You Bike Unlike Ubu チャンネルです。それでは行ってきます。こちらが九州最大の夢タウン佐賀ね、スケさんうどんオープンしとるやん。お昼休憩に神崎名物絶対焼肉丼を食べに行きます。目印のデカ提灯どんどころ。うぶちゃんお疲れ様でした。お腹すいた。お腹すいたね、うん、どこすわ。あ、日差しの強かったらそっちにしようか。注文ここでよかですか。絶対焼肉丼ば、焼肉丼ば2つ単品で。はい、あ絶対焼肉丼やろ。名前としてはさ、うん、焼肉丼や。あ、そうやったっけ。いや、めっちゃ受け取るやん。どんぶり系もたくさんメニューがあります。どうぞ。はい、来ました。こちらがただの焼肉丼ではございません。外に書いてありますが、こちらが絶対焼肉丼です。これね、食べたらわかるんよね。本当にね、絶対この焼肉丼頼んでよかったねってなんもんね。初めての食レポになりますが、行ってきます。どうすか、美味しか。いただきます。この味バーバーうまか、ね、甘みと醤油味で玉ねぎとピーマンはシャキシャキでめちゃうま。ご飯にもタレがしっかりかかってて。後ろに乗ってるゆきちゃん元気してるかな。足ビヨーン。てか靴下ジャンル違いすぎやろそれ。宝しい風景来ました。気持ちいい。今から鳥栖の温泉山帽子へ向かります。今日もうぶちゃんどこどこいい音しとるね。ありがとうございます。この雰囲気、ここは上がっていくと最高やね。花柄の靴下かわいいやろ。かわいいけどさ、色違いで3つもあったミリタリーファッションに花柄、かわいい。結構山道やね。橋渡らなくてよかったもんね。うわ、ここの橋雰囲気すげえ。情緒あるね。すごい雰囲気。お、どうだ。入っていきます。ついにこの疲れをほぐせる時が来ました。いくわ、3、2、1。うわー、天狗の最高。音もなんかアナログな音してる。それでは早速入りますけど、ここからも音声のみお楽しみください。気持ちいい。うわー、気持ちいい。40から41度気持ちが。42度よりちょっとぬるいよね、うん、ガツンとした暑さじゃないの、うん、ゆったりと入れる温泉やね、うん、やっぱ足が伸ばされたのよかよね。うん、見てん、外が。なんか暑いよりこの温泉の方が気持ちいいな。うん、あれ、バスタオルなくない。あ、持ってきたヒートテックで拭くかも。あ、ドライヤーあるね、うん、頭が乾かせるか。温泉気持ちよかったね。うん、さあ、帰ります。うん、なんぐだぐだしよう。うわ、すげえ。開けたらまたこの景色。うん、気持ちよかった。
疲れも吹っ飛んだね。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。